こんにちは、マセノキョンキヨンです。今回はドラゴンクエストタクトのスペシャルバトル、大の大冒険コラボの父と子の竜、出陣。初見やっていきたいかなと思います。ボス。まず、魔剣士ピサロ、戦闘力5240の覚醒が1です。アリーナ、戦闘力5401の覚醒が1位です。ワイトキング、戦闘力6002のフル覚醒です。トリック・グレイツェル、戦闘力6272のフル覚醒です。勇者・ソロ、戦闘力5791の覚醒はありません。こちらもパーティーでやっていきたいかなと思います。結構アリーナとピサロさんが覚醒1なのがなかなか痛いなと。ダメは待った方がいい気がする。うわ、二段攻撃。ふざけんな。ああ、眠ったよ。めっちゃ待って、強くね？え？やべ、全然。ダメージすら与えられないぞ。アリーナ使い物なんね。強い。4510、攻撃力高っ。いやー強い。強っ。ワンパンされる。ね、この攻撃力高い親子。はい。ということでですね、アリーナが使い物なかったっていうのを除いたとしても、勝てない。ちょっと相性というか、厳しいですね。はい。
ということで、それではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、音楽配信、ゲーム配信を主にやっております。また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。